あれ、何も見えんぞ。どこを見ても真っ暗闇のマクロ系。やい、こら望遠鏡。わしが見たいのは世界で一番暮らしよい場所であるぞ。マクロ系の真っ暗闇ではない。ほや、これはしたり、わしは望遠鏡の蓋を取るのを忘れておったわい。おお、わしのかわいい大事な望遠鏡ちゃん、ごめんね、悪口言っちゃって。まあ、ほうほう、こりゃまた結構なとこね。綺麗なお花ちゃん、緑の緑の草いっぱい、おいしそうな清水がコンコン、日当たりさんさん、焚きつける枯れ木もたくさん、ガス井戸完備、日当たりよし、結構わしが住むにふさわしいぞ。これこそぴったりこんの谷間じゃな。なに、ムーミン谷。ひぃ、なんじゃこのちんけな生き物は。怪物じゃな。景色はいいけど、嫌な昆虫のお化けどもが住んでおるのじゃな。あんな怪物がいるんじゃ、ムーミン谷へ引っ越すのは考えものじゃん。ま、わしとしたことが大した早かたん。望遠鏡の先に止まったハエを怪物と間違えるなんて。さて、わしはムーミン谷が気に入ったぞ。早速引っ越したいが、その前にムーミン谷の住人どもを追っ払う必要があるな。ムーミン谷に誰が住んどるか早速調べよう。ムーミン谷、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 これじゃ。ムのブワと、これじゃな。なんじゃ、この連中、妙な連中ばかり住んじょるな。ムーミン谷トロールか、カバと馬の出来損ないか。なんと、不潔。チビのミーだと、子供のような、またババアのような。いて、ひどい野郎だ。いつか必ず思い知らせてやるから覚えておれ。なななな、なに、あー、ムーミン谷のやつらめ、わしは必ず貴様らを谷から追い出してやるからな。みー、勉強の時間だよ。今日は算数だ。みー、算数は嫌。僕も嫌なんだよ。嫌だけど勉強しないと立派な大人になれないんだって。大人になれなければいいじゃね。そりゃそうだけど、パパにも叱られるしさ。一つだけやろう。うん、一つだけならいいわ。222でいくつになるか。6。どうして？222だよ、4じゃないか。6。どうしてさ。222でいくつになるかって言うんでしょ。222で2が3つ。だから6じゃない。あ、そうか。そうだね。よっ、あいつだな。あの憎らしいやつをどんな手でバラしてやるか。そうだ、白雪姫の手で行こう。じゃ、3に3ではいくつ。だからさ、3、2、3。3と2と3だから8。6じゃないのかな。いえ、こんにちは。おいしいおりんごはいかが。お代はいりませんことよ。どうするみー。人の親切を素直に受けてあげないのはいけないことよ。じゃあいただきます。ひひ、どんぞ。うまそうなりんご。白雪姫をお読みの方はどなたもよくご存知。やつらのりんごは毒入り、わしのりんごはただのおりんごちゃん。これを二人で分けるの？らしいよ。じゃあ、少しでも器用がいいわ。さささささ、さ召し上がれ。私も一つご商売いたすか。せーの。はちゃちゃはちゃ、はちゃらちゃちゃ。食べちゃおうか。ダメよ、これを餌に
してもっと大きいのを釣るのよ。これ食べきれないや。そうね、引きずり込まれそうだ。うしししししこれであの二人はおだぶちんよ。シシのパ、もしもし、忘れ物ですよ。あら、そう、どうもありがとう。ほっちょほんにゃー、あれあれあれあら、ねえ、お願い、私にも応援してよ。ダミ、あっしょ、どうせしょでしょよ。私はどうせ悪者ですよ。ちくしょ、覚えておれ、こんちくしょ。さあ、晩ご飯だ。尻尾きれいにしなくちゃ。私も髪をとかすわ。ちょっと待って、串一本しかないんだ。串をどうぞ。え、またまた白雪姫の手でこいつらを殺そうってんで出てまいりましたのよ、牛し。赤い串なんてセンスないわね。白い串をもらっちゃおっと。はい、赤いのは毒薬のせいなのよ。肌から体の中へ毒薬を一滴でも入れればこの世の別れ。はい、ではご一緒に髪をすきましょう。せーの、はや、みな、あにゃー、見てる、いや、いやだってバカね、バカよ。ダメ、見ちゃやーね、バカ者め。ちょっと、ほんと、まだいたの、バカ。キャーなし、しょうがなかと、カツラかぶってごまかそう。にゃうかしら、どう？男のあたしに女のカツラ似合うわけねえだろ。ふん、何も知らずに高いびき。これからわしが何をするかそれを知ったらのんきに寝ていることはできないのよ。このね、赤い玉は真夏にする魔法の玉。こちらの青いのは真冬にする魔法の玉。やってみましょう。渋よく行きましたらご喝采。真夏に雪とは。ストーブをつけましょうね。みんなが冬支度をした頃、真夏になる赤い玉をそれ。はあ、今度は急に暑くなった。暑いよ。クーラーを出しますわね。ところでまたまた青い玉をプレゼント。ほれ、うっせっせっせ、赤い玉と青い玉を次々にあげます。
ままじゃママムーミンダニは全滅だ。これからどうしますかパパ。こんな天候が続くようだとこの谷間から引っ越さなくちゃいかんだろうな。そうするより他に仕方ありませんね。ミンはどう思う。嫌だけどみんながそうするならここでなくちゃ。嫌だな。そりゃね。あれどうしたの。あれ誰。誰ってどこ。あそこ。はっ。どれどれどれ。やったやりました。ついにやりました。連中はついに世界一素晴らしいこの谷間を去っていく模様であります。となるとこの谷間は俺様一人のもの。ワッテルマン様の天国じゃ。ロイ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 ロ。決まってるじゃないの。首をへし折って膝蹴り上げて畳んでのしてまた伸ばして包丁でタタタタって刻んで茹でて干して鳥の餌にしちゃうのよ。すごい。つまりやっつけちゃうってこと。よし、まずやつの隠れ家を突き止めよう。いいわ、すぐ追いかけて彼の後をつけるなよ。ロイロイロイロリロリリロ。見たかな。見ない見ない見ないわね。ロイ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 ロロ。気がつかなかったよ。さあ急ぎましょうか。わかった、あれがやつの隠れ家だ。夜になるの待たなくちゃね。うん。目がけてやるよ。グザッとかわいそうみたい。何言ってんのよ。ムーミンダニを救うためよ。えっ、やった。悪いやつだったけど天国へ行くといいね。うん、言った。そう簡単に天国には行けないね。私の心臓は悪いけど取り外しが効くんだよ。こんなこともあろうかと思って心臓は外しといたんだ。これが私の心臓よ。これはね、誰も知らない私の秘密。言っちゃダメよ。もうどこへも行かなくていいんだよパパ。引っ越しする必要ないんだよ。いやいや、ここにいたんじゃ飢え死にだ。何しろ妙な天気のせいで作物も作れないんだから。ムーミン、あなたも早く自分の荷物を運び出さなくちゃダメよ。でも私たち魔法使いやっつけたのよ。だから大丈夫なんだ。魔法使い、何言ってるの。早くしなさい。さあさあ。ムーミン、パパとママ魔法使いなんて信じてないらしいよ。ダメね、大人って想像力が乏しくて。あれ？あいつ確か。そうよ、私たちがやっつけたはずの魔法使いよ。これは坊ちゃん、お嬢ちゃん、はじめまして。はて、どこかでお会いしましたっけかね。うせせ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 。はあ？確かにやつだ。さすがは魔法使いだけのことはあるわ。殺しても死なないの。監視してちゃダメだよ。でもどうする。なんとかしなくちゃ。みー、気をつけなさい。もうこれはパパの一番大切な宝。パパのこれまでの一生を10年がかりで書き綴ったムーミンパパの赤ん坊時代という小説の原稿だぞ。そうなんだ。パパにとってはこの原稿が命の次に大切なもの。問題はあの魔法使いにとって命の次に大切なものは何かっていうことか。魔法使いにとって命の次に大切なものは何だと。魔法使いだのなんだのと少年週刊誌の読みすぎだ。
かよらしい。このムーミンパパの赤ん坊時代を完成する前に論文を一遍ものにしてやろう。題はこうだ。少年週刊誌が我が一人息子に与える影響について。パパ何してらっしゃるの？長年連れ添ったママにわからんかね。わしゃ論文を書き始めたところだ。パパそんな論文は犬にでも食べさせて早く引っ越しの手伝いをしてください。はあ、分筆の道かくも厳しきものとは知らざりき。なんじゃね、わしに魔法使いのことを話せって言うのかい？うん、ご先祖様ずいぶん長い間生きてきたはずでしょ。そりゃわしはお前たちの先祖じゃからね。見てはならないものを見、聞いてはならないものを聞いて生きてきた。じゃあ魔法使いについても知ってる？知ってるどころじゃない。昔は魔法使いの友達がいたくらいじゃ。じゃあ教えて。今すぐじゃダメだよ。引っ越しの準備をしなきゃいかん。でないとムーミンのママがうるさいんでな。やれやれ、この年になって千年も済んだこの谷間から引っ越さにはならんとはな。魔法使いについて教えてくれたら引っ越す必要ないかもしれないよ。なんじゃと？それ本当？本当。魔法使いにとって命の次に大切なものは何？そりゃ一言じゃ言えんよ。この際一言で言ってよ。いろんな魔法使いがいる。魔法使いによって違うんじゃが、これはサンマの油干しじゃ。サンマの油干しなんか関係ないよ。いや、大ありじゃよ。これを魔法使いに食べさせなさい。するとどうなるの？舌がこのなんてかね、スムーズに動いてペラ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 何でも喋るようになる。何しろこのサンマは500年間ごま油につけては干し、干しては漬けたもんだから、すごく油が効いとる。舌がその油のおかげで思わず滑っちゃうんだね。ほんとよ。ほんとかな？岩狩りのビールはまた格別のようね。あれ、バカにいい匂いだわ。サンマじゃないの、焼きたてのサンマ。ビールの魚にピタンコよ。いただきました。ご先祖様の言った通りだ。魔法使いの舌が滑ってきたぞ。ムーミン、あいつ何を喋るか知らないけど一言も聞き漏らしちゃダメよ。あれ、ピラリ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 ラ、ビールが効いちゃったのか、今のサンマのせいなのか、舌が一人でに、リラ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 、私は魔法使いワッツェルマン、リラリラリラ、私が命から二番目に大切なものはリラリラ、この望遠鏡ちゃんよ、リラリラ、私はお眠になった、リラリラ。命の次に大切なものは望遠鏡だって。確かにそう言ったようよ。望遠鏡いただいちゃう。オッケー。ちくしょう、わしの大切な望遠鏡を盗むやつがいるとは世の中乱れておる。望遠鏡の払い物ありませんか？望遠鏡の古いのありませんか？望遠鏡あいつかなり慌てて望遠鏡探し回ってる。やっぱりこの望遠鏡が大切なのよ。望遠鏡ありませんか？このものがどうして大切なのかな。これを持ってると神通力がつくのよ、きっと。かもしれないな。神通力がなくなればあんなやつ簡単にやっつけられるぞ。でもこの望遠鏡どう使えばいいんだろう。おや、望遠鏡なんか書いてある。それぞれ何でも見える望遠鏡だって。何でも見たいものが見える。そうか、いいぞ。僕はあいつの心臓の隠し場所が見たいんだ。この心臓があるうちはわしゃ少々のことじゃへこたれんわい。望遠鏡はまた作りましょう。
れだね。ごめんなさいよ。なんだねばあさん。リンゴ買わないかい。リンゴですか。いいね。安くしとくよ。待ってよ。毒リンゴでしょ。毒じゃないよ。冷蔵庫に入れとくから安心してお食べ。あ、それはよせ。あ、とうとう心臓を手に入れたぞ。あ、あのね、それはただのトランプなの。あ、じゃあ破いてもいいんだね。何してるかって、心臓ぶっ取られちゃ立場が悪いのよ。無民だにを元のように耕してんだわ。しーのったらしーの、しーしーしーの。